どうもスイス暮らしのカノットです。今週のビール紹介はこちらです。バークラッハーのズッフィヒっていうビールです。このビールの名前のズッフィヒっていうのはドイツ語でスムーズまたは飲みやすいっていう意味なんですね。説明ではフェストビア、お祭りのビールっていう意味なんですが、赤い色とビールの甘みはこのローストされたモルトから来てるそうです。ではこのビールを本当に名前通りに飲みやすいかどうかを試してみましょう。おー、本当に色は赤いですね。赤くなってますね。ちょうどいい、はあ、色は確かに赤いですね。すごい、なんていうんですかね、甘い匂いがします。まあ説明通りなんですけども、すごい甘い匂いがします。おー、甘みが結構強い方ですね。強いっていうのが、まあすごい、なんていうんですかね、フルート、果物とか、フルートビールとかじゃなくて、本当に、モルトの、ロースト感と甘みがすごく出てます。そして苦味がほとんどないので、本当に飲みやすいんですね。でも、多分、そうですね、こういう、なんですかね、モルトのちょっと重い、感じもしてます。それは多分冬にはいいと思うんですが、夏にはあんまり合わないビールかもしれませんね。いいですね。ちなみに今まで紹介してきた3種類のビールはビール宅配便のサービスを利用しています。これはそうですね、このカード毎回動画が終わる前にこれを見せてますけれども、これがそのビール宅配便サービスのビールを紹介するカードなんです。そしてサービスの名前はビールリーベっていうサービスですね。このサービスは毎月ビール3種類2本ずつ合計6本のビールが家まで届きます。値段は30フラン、まあ3300円ぐらいなので、1本550円ぐらいなので、まあそんなに高くないでしょう。それでは今日はここまでです。感想や質問がある方は下のコメント欄に書いていただければ幸いです。また次回もお楽しみにしてください。バイバイ。